旦那のしゅんです。よろしくお願いします。こんにちは、よりこです。今日は私の旦那さんが初登場ということで、質問コーナーや雑談などをしていきたいと思います。今日は虎ノ門エディションさんに宿泊しています。ルームサービスで夜食をたくさん頼んじゃいました。美味しそう。ホテルの詳細などはインスタに上げてるので、よかったらチェックしてみてください。ということで、早速旦那さんを呼びたいと思います。旦那さん。旦那のしゅんです。よろしくお願いします。はい、ではやっていきましょう。めっちゃ仕切るやん。はい、じゃあ行きましょう。インスタグラムの方で質問箱で質問を募集させていただいたんですけど、皆さんたくさんのご協力ありがとうございました。1つ目、お互いなんて呼び合ってますか？僕はよりちゃんって呼ばされてます。私はシュンシュンって呼んでます。旦那さんとの馴れ初め、出会いは、これ結構数名の方からいただきました。普通になんか合コンみたいな感じで飲み会ですね。夏だったんですよ、ちょうど夏だったんで、タンクトップになんかシャツみたいな感じで着てたら、なんか そのシャツをいい匂いだねとか言いながらいきなり脱がしてきて脱がしてないよ。俺そのままタンクトップで帰ったもん。確かにシャツは持ち帰りました。結婚の決め手、家庭的なところを感じたからですね。まあ、よりちゃんは昭和の女感がすごくて、なかなか出会ってこない感じで、まあ、結構家庭を感じたんですよ。まあ、なんでこの人だったら、まあ、家庭を築けるのかなと思って、まあ、結婚を決めました。私の結婚の決め手は、今までで一番好きだったからです。以上。年の差は7。え、8じゃない？今何歳？今33。25。でも26の代だから。え、どう？早生まれなんですよ。なんで、その年で言うと8個差なんですけど、学年で言うと7個差みたいな。って感じです。はい。これが一番多かったです、質問が。旦那さんって何の社長？何のお仕事してるんですか？まあ、どこまで具体的に言うかにもよるんですが、簡単に言うと、まあ、IT 系ですね。お子さんの名前の由来は、あさやとなみか。最終的に決めたのは旦那さんなんですよ。あさやに関しては、もともと僕が中学時代とかに、なんか読者モデルとかにすごい憧れたんですよ。ローマ字とかで、なんとかみたいな感じで名前が出てて、そこになんか、あさやってアルファベットで、ASAYA って載ってたらめっちゃかっこいいなと思ったんですよ。その時に、子供できたらもうアサヤにしようって決めました。ナミカはナミって名前がまあ可愛いなっていうのはずっと思ってて、なんかナミだけだと普通だなっていう、名前を決める時のこだわりで、ありそうなんだけどない名前みたいな、まあナミは決定で、あと、まあ、カエデって女の子の名前可愛いなと思ってて、レを組み合わせたら可愛いんじゃないかっていうところで、ナミっていう感じに楓っていう漢字を書いて何かって読むようにしました。次、アカデミーについての質問なんですけど、テアトルアカデミーに通ってるんですかっていう質問が来てて、全然芸能系とかじゃないです。なんか幼稚園との違いを教えてくださいとも来てたんですけど、簡単に言うと IQ に特化してるというか、もう普通の基本カリキュラムに、まあ英語とかレトミックはもう毎日入ってるような感じで、なんて勉強を教えてくれるところというか、遊ぶだけじゃなくて、もう、まあ、知育化をやってくれるところなんで、トイトレとかも全然やってくれたりとか、あとご飯の食べ方とか手づかみとかも全部教えてくれるんで、すごい、なんか通い出してからの成長がすごいよね。家賃はいくらですか？多分駐車場込みで65ぐらいかな。いや、でも割高だね。本当に今のところに住んでから、何、もう次タワマンはやめようって決めたよね。決めたね。なんで次の引っ越し先はタワマンではなく、今一軒家を建設中です。のつながりなんですけど、はい、
あのマイホームいくらで建ててますかっていう。1億と2億の間ですね。これもすっごい多かったです。旦那さんの年収と2人の最高月収を教えてくださいって。どうなんですか、言えるんですか。いやまあ本当になんか社員とか取引先の人も見てる可能性があってあんまり言えないんですよ。でなんか最高月収っていうと、うん、なんか会社の役員なので役員報酬っていう感じで、うん、その期が始まったタイミングでもう今年いくらって決めちゃうんで月によって変動はないんですよ。税率何パーですか。税率 55%。 あのネットで検索したら多分出てくると思います。なんでまあなんかいくら以上かなっていうのは調べたら出てくるのでよかったら特別賞与とかいろいろあったりすると3桁はいく。3桁。あ、まあ、4桁でしょ。4桁らしいです。最高月収4桁らしいです。私の最高月収は70万から80万です。ライブ配信で稼がせていただきました。家計の主導権はどっち。はい、旦那さんがよりこの好きなところを教えてください。片付けできない、洗い物やるの遅い、朝起きない、全部好き。まあなんか愛おしいのかな。あ、愛おしい。はい、次行きましょう。まあいいや。産後1年半旦那とセックスしたくないです。こういう感情になったことはありますか。産後朝やの時は2年ぐらいしてなかったよね。初めての出産だったんで、うん、怖いんですよ。子供が生まれてきたわけなんで、うん、立ち会って見てるから、そう、なんか いつからいいんだみたいな感じはすごいあって。うちは一人目出産後は逆にセックスレスぐらいな感じになってました。はい、ストーリーのご飯がいつも美味しそうです。体型維持にしていることは何ですか。でもお水をたくさん飲むことと、朝は本当に吸収されてもいいものを最初に口にする。逆に体型維持なんかしてることありますか。あれじゃあ整体行き始めたって、うん、もう本当大事らしくて、もう筋トレよりもストレッチの方が圧倒的優先で、うんうん、それで体全部ほぐして、うん、血行の流れを良くしたりとか、そういうのしてから筋トレした方が圧倒的に効果が出るらしいんで、皆さんの旦那さんとかでそのオフィスワークで疲れてる方いたらちょっと整体をおすすめするのがいいかなと思います、ね。うん、専属モデルになって変わったことは。写真をたくさん撮るようになりました。どうしてそんなにセレブなんですか。可愛いし無敵すぎます。ありがとうございます。私は結構偽りたくないっていう気持ちが強くて、から私割となんかすごいプチプラの服も着るし、スーパーで買い物するときすごい値段も気にしたり割引商品買うし、私ってそうやって呼ばれていいのかなってたまに思う時があって、なんか俺が好きになった理由っていうところで、うん、昭和っぽいところみたいな、うん、そう呼ばれてもいいのかなって思ってる自分がいる時はあるって感じ、うん、スピード婚とお聞きしましたが、スピード婚とはどれぐらいの期間で結婚しましたか。良かった点と悪かった点を教えてください。付き合って1ヶ月で入籍しました。で今結婚5年目。昔からお付き合いが長く続くタイプじゃなくて、だから昔から私はスピード婚がいいなって思ってたんでなんかそしたらスピード婚でしたっていう結果、悪かった点特にないです。良かった点で言うと、うん、35ぐらいに結婚しようかなと思ってたんですよ。やっぱ結婚するときにスピード婚がいいかっていうよりも、なんか子供ができてから結婚がいいなってめっちゃ思ったんですよ。個人的には授かり婚の方がいいと思ってる、うん、だから期間って関係ないんだよ。そんななんか世間の目っていうのは気にしなくていいかなって。質問は終わりです。みんなたくさんありがとうございました。せーのちょっと待ってバイバイ